オーオッケンパチなまえをおしえてくださーい。 はいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、ブリーチ、千年決戦編、第10話、見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。ブリーチですね。今回もやっていこうと思うわけなんですけれども、前回はですね、とんでもないことが明らかになりました。うの花さんがケンパチだということです。ザラキケンパチバーサス、うの花、けうの花やちるでケンパチ。そんな感じで、まあ、あなたが私で私があなたみたいな感じで、まあ、うの花さんが、なんかケンパチにすご すごいなんか剣の稽古をつけてくれるみたいな感じの流れなんだけれどもあの二人がぶつかり合ったらどっちかが死ぬっていうことでまあなんか流れ的に見たら宇の花さんがちょっとザラキ・ケンパチに力を渡してやられてしまうのかっていうところでまあなんかちょっと悲しいところではあるよねうの花さんすごい強い人なんだよって明らかになったのにそうなってしまうというなんかそういうなんか悲しい流れが若干チラチラしているので今回もう本当にもう宇の花さんとケンパチ のこのやり合いに注目していきたいと思いますそれでは見ていきましょうよーいスタートさてザ・バローということでやっていきましょうさああーまた字幕がない <laughs> 仕方ないさあ宇野花さんやばいなでもなんかこの意識を うん、起きるまで待ってるって感じ。いや、すごいな。流れるように。懐かしい。ただ一度。あら。ま、ちらりと見ましたよ。 過去回想みたいなものを私。なんか、残白塔に向かって名前を教えてくれよみたいな感じだったよな。なんか、やちるとこう名前をつけるみたいな話で。そこはちらっと見ました。名前がないのはとても寂しいよな、みたいな。 いや、でもさー、ここ、切り合いさせなきゃい、なんか、なんかさ、うの花さんがつすげえ強い人だって分かった結果、これは、ケンパチとやりようなきゃいけないのかっていう、ちょっと疑問がちょっと湧いているんだよな。ケンパチと二人で、うまくいけばっていうとこだけど。まあでも、ケンパチが覚醒するには、うの花さんを超えなきゃいけないわけだな。あーなんか、 そういう意味では、ぶつける必要があったってことなのかなぁ。さあ。いやぁ、いいですねぇ。いや、なんかもう、このー、 この時代にブリーチでテンションが上がる日が来るとは思わなかったなぁ、マジで。さて。ああ バトルマニアだったのかなええー、ちょい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 ケンパチケンパチがつうんでいた 産むもの。あ。ああ、そうなんだ。 ああうはあ死にかけて、はあ。封じている。死にかけるたびにその枷が開くのか、はあ 潜在能力か。ああ。そもそもギリギリってことが存在しない。うん。ああ、そうか。 ギリギリまで出せる相手が出てきた。そうなの？あ、そういうことを。 こういうことか。ああ。 あーなるほどおっ。っそうかギリギリまで。 めえなそうばんかいなにな何何何手を切ってる稲き司会じゃないのコメントにあったぞあれ違ったっけ 何血を飛ばすえ何それなん、なんか、すごい、なんか、え、なんか、すごい、なんかブラッドボーンの、なんだっけ地陰時計塔のマリアみたいになってたけど、ちょっと待て 開ける。ああな、なん、領域展開なん、でもこれ全力だ。あ、なんだこれ早いは腕があれロロらららら どういうことなんだ何を見てる意識が。 なん、どういうことこれが戦いうん。わう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 わ。 そうかああなるほど全力を出して。 なんかでも育てるためだったああ光景を見つけたんだお花さん うわなんかあでもここで。 方針に全てを。 ああ、ああ、でもなんか。 単発にすべてを渡したわけだ。三泊と。あ,あ。 キの原発パ名はノ教えて、教えてくださいええー、知りたい。コンが縛かれ、縛かれてるのか、これは。いやー、なにそれ回想で言ってたじゃん。お前の名を教えてくれって。せっ

のパラダイス <laughs> やばいやばいちぎられるおいオーケーオーケーめちゃくちゃ楽しみバイブス上げですおオーケーニマおえエ 2! オーケーオーケーバイブス上げていこーおうお

ええー、そんな <laughs> やるしかねえ体幹を使って。鍛え抜かれた。オーケーこの子たちは何なんだあはは、<laughs> バナナ <laughs> おいてっ。お痛えおら何ちゃんって言った メラちゃんって言ったなんか、あ、あ、あ、オッケー u pe, fu, pares. あはははははは。なんかでもすごい可愛い子だけど。なんだあ、ねびっくりしたびっくりしてないあ、びっくり、あびっくりしたびっくりしたんだけど。なんかよく、よくわかんない。なにここ うん死神じゃないのえはあごめんなさいはっ そうか、でも、残白刀、そうだな。あなんか、残白刀って朝打ちがうんぬんかんぬんみたいなのはんおうよ、はいはいはい。わー。でも、そうだな、残白刀を作った。 なに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 あさうちうん。はいはいはい。 はい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 。あ、すげえな、それ。あー、では、さと戦うのか。自分の心を。 泣いてる。うわ、もう、やばいって。さあ、三白刀と会話をした。ケンパチ、名前を教えてくださーい。名前が地にないです。うわー、でも。いやー、でも、宇野花さーん。なんかでも、元々の気質なんだな、優しいのは。なんか、 すげえ怖い人なのかなって思ったけど、うの花やちるになってる。うの花さんってすごいいい人なんだろうなーきっと。うわあでもなんかもう、ケンパチに全てを託してっていうさそうか、楽しみたいって思うようになっちゃったわけだなーなんか、 敵を切るものから楽しむための道具とこう認識してしまったことにより枷になっちゃったわけだよな、そこら辺が。もっと楽しみたいからっつってさ、ギリギリに引き伸ばすために無意識でそういうことをやっちゃってるんだ。多分、そうだよな、うの花さんともっと戦いたいからってことっていうのもあるし。 ただ、うの花さんが挽回して、届かないかもしれないって思ったからこそ、その扉は開いたわけだよな。心の奥の。で、うの花さんを切ったことにより、もうブレーキをかける相手っていうものは多分存在しないんだろうな。うの花さんクラスというか、まあ、やっぱり剣八に肉薄する、本当にレベルの高い人間がいない限り無理なんだろうな。なるほど。さてさてさて、まあ。なかなかすごい言語化が難しかったんですけれども。 40? じゃわーお戦い続けたえしばかれた。 哇。Oh.

乗さない。うわ。こん。 うん、オリジン。なんだ生まれたときなんだでもなんかクイーンし。 親がクイーンシーなのとちょっと関係があるのかなエブリティングバザレイン。何すべては雨です。あーもうなんか、宇の花さんのさ、もう感情がでかくなりすぎて何も喋れなくなっちゃったよ、マジで。宇の花さん。かっこよすぎるしさ、切なすぎるんだよ。はい、というわけで見終わったわけなんだけど、いや、なんかちょっと切ねえな、宇の花さん。 Ya, menang kemu... いや、なんかすげえなんか優しい人なんだなっていう感じはするね、もともとね。なんか結構修羅に生きる怖い人なのかなとは思ったんだけど、まあ怖い一面もあるんだけど、根っこはすごい優しい人っていう感じなんだろうな。やっぱりなんか戦闘狂というか自分が満足するほど戦いたいっていう部分、そこを除けば本当になんか優しい人なんだろうなっていう感じはするね。うーん、戦闘狂でいろんなものを切り伏せたっていうところを除けばね。まあでもそこもやっぱり個性の一つだけど、性格の部分では本当 本当に優しい人なななななんんだなっていいう感じなのはかか今回読み取れたかないやー、でもなんかなー、なんか親が子にさ、すべてを託すみたいでさ、なんかすごい切なかったなー。うーん、まあ、うの花さん的には満足なんだろうなっていう感じですね。すべてを出し切っても届かない相手。それでいて、さらにその、すべてを託す相手が、さらに高みに登れるそのきっかけになれたっていうのは相当大きなものだと思って達成感が、 あったんだろうなって感じがするけれどもさ。まあでも本当に理想はね、うの花さんとケンパチ二人いれば、もう戦力もえげつないけど、やっぱりうの花さんがいる限り、ケンパチは稼をつけ続けちゃうわけだよな。だから、外しっぱなしにする必要があるから、うの花さんは自分でこう退場を選ぶっていうところで、なんか戦いに来た人って感じがするよね。そこの戦いで死ぬことがまた誉れであり幸せなのよみたいなことを思ってるのがまた、なんかどこか切ないなっていう感じが するなーいやーでもかっこよかったな挽回ミナズキいやーやばいななんか時計塔のマリアみたいだったもんね時計塔のマリアだよねあのブラッドボーンに出てくるいやーやばいなでもなんかもうマジでさークソデカ感情になっちゃってさーいやーもうなんかもう色々とさ心に来ちゃったよ今回言葉にできなかったもう何も言えなかったマジでうん いやーもうなんかつるせつないなーっていう感じででもケンパチがさやっぱりザンパクトの声を聞くようになったじゃん。 今までさ、なんかさ、お前の名前はみたいなことを、だから過去回想を見た時にさ、お前の名前は何なんだ教えてくれよみたいな。いちごとさ、戦った後だったかなあそこに入った、なんか回想で教えてくれよって言っても、なんだ教えてくんねえのかみたいなこと言ってたけど、ついに聞こえるようになったわけだね。意図的に多分自分で耳を押さえてたんだろうな。聞こうとはしていたけれども、まあ無意識で聞かないようにしていたっていうところで、多分ずっと話しかけてはくれてたんだろうな。 ああ、なになんていうの名前は、めちゃくちゃ気になるんですけど、あーいや、まじか、いや、いいですね、いいですね、気になりますね、いや、いいね、いいね。ああ、いや、でもかっこいいな、いや、でも戦闘かっこよかったな、めちゃくちゃよかった。うん、素晴らしかったですね。 いやーでも、やっぱり、でも、やっぱりな、もう、なんかもう、ほんとに何度も言っちゃうけど、うの花さんの戦いはもっと見たかったなー。うの花さんの掘り掘り下げがもっと欲しいっすね。ああ、めちゃめちゃかっこよく退場してさー、もう、ずるいわ、ほんとに。いや、でも、これで、完全にスイッチが入ったわけだよな。退屈になってしまうかもしれないけれども、全力を出すためのブレーキっていうものは、もう、うの花さんと戦うところでも外れてるから。いやーいいですね。まあ、いちごのあれも気になるしな。残白刀に選ばれない。うーん、朝うちに選ばれないって、 っていうのはよくわからないけど。うーん、どうなんだろう。死神と死神じゃないのって、やっぱりクインシーなのかな根っこはクインシーなのかな死神の力を持ったクインシーっていう感じなのかな死神とクインシーの力を持った人間っていうよりかは、どっちかっていうと、やっぱり、クインシーよりの感じなのかな霊視が目覚めたって言ってたもんね。うーん。いや、そこら辺はちょっと気になるところではあるな、やっぱり。 うーん、さあ、ルーツをこう見つけていくわけなんだけど、どういう風になっていくかだな。でもなんか、よくわかんなくなってきているけど、 いやー、でも、ケンパチの覚醒とかも含めて、まあ、あとは本当にイチゴがどん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 追いつけ追い越せで頑張っていくしかないんじゃないかっていうことで、次回多分、いろいろとなんか、クインシーというか、やっぱりクインシーと何イチゴの関係性みたいなものも見えてくるんじゃないか過去なのかなあれ。いや、でも、内科小児科だよな。なんか、なんか、なんか生まれたところやるのかなって思ったけど、内科小児科なんだよな、よく考えたらな。あー、産婦人科じゃなかったから、そういうことでもないのか。あー、お父さんとなんか会話したりするのかな いやー、気になりますね。なんだっけ？一心だっけ？ うーん、まだ気になるところがありますけれどもね。これから先も楽しんで追いかけていこうと思います。いやーでもなんかちょっと、宇野花さん好きになったところで、退場は本当になんかもうーっていう感じだ。多分これ見てる人もそうなんだろうな。宇野花さんもっと活躍する。めちゃくちゃかっこよかったのにこれで終わりかっていう感じなんだろうな。いやーなんかキャラクターの使い方がうまいなーっていう感じがしますね。はーい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わりますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、ブリーチ宣伝結成編第10話でした。バイバイ。